皆さんこんにちは。今日も10歳若返り YouTube チャンネルを始めていきます。新宿本院美容皮膚科医の角田秀隆です。よろしくお願いいたします。今日はですね、ソフウェーブという新宿本院に新しく導入された超音波を用いたたるみ治療器についてお話しさせていただきたいと思います。で、超音波を用いたたるみ治療器といえばですね、HIFU がとても有名かなと思いますけども、ソフウェーブは HIFU、 いわゆる、高密度焦点式の超音波ではなくてですね、SPARB という、日本語で言うと同期平行型超音波ビームというですね、ちょっとこう HIFU とは異なる超音波を用いたたるみ治療器になります。 SPARB というのは、超音波振動器ですねっていうのを直接皮膚に振動させて、7つの円柱型の加熱領域を、真皮の 1.5 ミリという深さを中心に作り出す、たるみ治療器なんですね。これによってこうしっかりと真皮に広い加熱領域を作ることで、真皮をこう60度から70度に加熱して、こういわゆるリモデリング再構築を促すようなたるみ治療器になります。あとは独自のこう、トランスデューサーの構造によってですね、その真皮よりこう深いところへはあえて超音波がこう、減衰してですね、あまりこう到達しないような構造になってますので、一つ大きな特徴として、皮下組織のこう萎縮をきたさずにこう皮膚の表層のところだけをこうしっかりと加熱することができるのがソフウェーブの特徴かなと思います。ここでですね、ちょっとこう従来から新宿本院で取り扱っているたるみ治療器と比較しながら、ソフウェーブについてお話しさせていただくと、まずサーマクールですね、いわゆるこう高周波を用いたたるみ治療器ですけども、これは真皮の深層から皮下にこう3次元的に加熱領域を作り出すことで、フェイスラインであったり、小顔効果ですね、こう主にこう脂肪層の収縮によってボリュームダウンを図るようなたるみ治療器になります。で、HIFUは主にこう筋膜を主なターゲットとして、リフトアップする効果を狙うたるみ治療器ですね。で、ソフウェーブは先ほどお話ししましたように真皮の浅い部分だけにこう円柱状にしっかりと広い加熱領域を作れますので、皮膚表層の本当にこうしっかりとしたタイトニングができると、主にこうたるみの改善だったり小じわですね、それから皮下組織にエネルギー、熱エネルギーが到達しないことで、例えばこう頬がこけたくなかったり、これ以上ボリュームダウンをしたくないけども皮膚を引き締めたいといった方には非常におすすめできる治療器かなと思います。今まではこう高周波であったり、いわゆるハイフを用いたたるみ治療器しかなかったんですけども、今回ソフウェーブが登場したことで、より個々のお客様に適したたるみ治療 のご案内ができるようになったことが、すごくこう選択肢として増えたことがすごくいいかなと思いますね。先生的にこういう人にはおすすめっていうのはどういう方なんでしょうか？皮下組織に熱が加わらない、つまりこう脂肪のボリュームダウンというのがないので、例えば結構その頬骨の下が影になっちゃってたりとか、ボリュームロスをですね、これ以上進行させたくないけども、引き締めたいとか、1回でしっかりとしたタイトニング効果が欲しいという方には非常におすすめできる機会かなと。だってハイフシャワーとはちょっと違うんですか？ちょっと違いますね。ハイフシャワーは焦点式の超音波を真皮層に加えるので、もちろんその真皮の加熱によってリモデリングを図るという意味では、似てはいると思うんですけども、ソフウェーブはもっとこう円柱状にしっかりと加熱領域を作れる、より本当にこう熱ダメージっていうのをしっかりと真皮に与えることで、その真皮の再構築をよりこうしっかりと図れるというところが、やはりソフウェーブの方が引き締め効果は高いかなと、それから真皮の再構築における小じわとか、毛穴の引き締め効果も期待できるんじゃないかなと思いますね。じゃあ小じわと、たるみの改善が主な効果ですかね？はい、そうですね。あとは例えばそうですね、目周りの小じわとか首もすごくいいかなと。ああ、なるほど。首も打てるんですね。首も打てます。で、ソフウェーブは目元だけとか首だけっていうメニューもございますので、逆にこう顔ではなくって首だけとか、本当にパーツごとに打ちたい方にもおすすめできますね。特に何十代の方とかがおすすめなんですかね？
世代はあまり問わないかなと。っていうのは HIFU は24歳以下の方には基本的にはあまりおすすめ、積極的にはおすすめしてないですけども、その理由としてあまりこう筋膜のたるみがそんなに起きてないご年齢だからですよね。でソフエーブは表層の引き締めができるので、正直1回でしっかりと小じわとか肌質改善をしたいという方には若い方でも全然受けていただいていいかなと思いますし、逆に結構ご高齢になってくるとやはりどうしても骨の萎縮とか脂肪の減少などによってボリュームロスが目立ってきますので、これ以上こけたくないと、でもしっかり引き締めをしたいということで、結構若年層からご高齢の方まで本当にどんな世代の方でもご案内がしやすいかなと思いますね。激推しポイントってどこになりますか？やはり骨格的に頬骨の下のところが、そもそも若い方でもちょっと影になってしまっている、でこれ以上ボリュームロスをしたくない、でも張りを出したいとか肌質を改善したい、引き締めたいっていう方にはですね、もう本当にソフエボを強くお勧めしています。こういう機器の気になるところが痛みだと思うんですけど、痛みの面ではどうでしょうか？痛みは正直強い部類の機械に入るかなと、その分しっかりとした神秘 その再構築を期待できるかなと思うんですけども、当院ではまず麻酔クリームと、あと冷風機を用いたクーリングですね、これはもうすでにオプションとして入っています。打ってからどれぐらいで効果が出ますか？やっぱり結構直後から引き締まった感じは実感いただけるケースもあるかなと思うんですけど、基本的にはその神秘の再構築ですね、リモデリングが完成する、施術約2から3ヶ月後が一番効果実感しやすいかなと思います。ダウンタイムはありますか？基本的にはないですね。ソフレーブを受ける、前でも後でもいいんですけど、注意点はありますか？例えば高周波との組み合わせでいうと、ソフウェーブも高周波もどちらかというと浅い部分にこうぐっ強い熱が加わる治療になるので、当院ではちょっと1ヶ月間隔を空けて受けていただくようにしております。逆に言うと結構ソフウェーブとウルセラのいわゆるこうダブルというか3ミリと 4.5 ミリの照射をするウルセラのコンビネーション非常におすすめですね。ソフエーブでしっかりと表層を引き締めて、ウルセラでよりこう深いところにしっかりと熱を加えると、でリフトアップを図るという、その組み合わせ非常におすすめできるかなと思います。効果は6ヶ月間続く？そうですね、はい。じゃあ1年に2回ぐらい受けると？すごくいいと思います。このソフエーブはですね、本当にこう新しく導入されたことで、より個々のお客様にベストなこうご提案ができるようになったんですね。で本当に僕自身も、5月の学会とかでソフエーブの話を聞いたりもしていて、本当にいい機会があるんだなと、ぜひ湘南に導入してほしいとずっと心待ちにしていたんですけど、ついに今回ですね、新宿本院に導入されまして、新しいタレム治療機としてですね、皆様にご提供できるようになったので、これを機会にですね、気になる方はぜひカウンセリングにお越しいただけますと、いいかなと思いますね。今日はですね、新しく新宿本院に導入されたソフエーブというたるみ治療器についてお話しさせていただきました。気になる方はぜひカウンセリングにお越しください。お待ちしております。